ございます。おばちゃんみーこです。ただいまの時刻7時11分になりました。ちょっと遅めになっちゃいましたね。今日は伊吹山、見えるかな、に来ております。今日は登山歴約8年にして初めてのソロハイクとなります。まあよく伊吹山には来てるのでよく知っている山ですが、一人で初めて登ってみたいと思います。今ね、ここで協力金を300円払ってこれから入っていきたいと思います。じゃあ行ってまいります。出発です。お疲れ様です。おばちゃんみーこです。この動画はアラカンおばちゃんののんびりな山旅を一人称目線動画でお送りしております。そして見ていただけた方が一緒に山旅をしているような気持ちになっていただけたらとても嬉しいです。今回は百名山の一つ伊吹山、岐阜と滋賀県の県境にある山ですね、 1377.3m の山に行ってまいりました。ルートは、登山口から、1合目、3合目、5合目、6合目の避難小屋、そして8合目、伊吹山山頂のピストンルートになります。最後までご視聴いただけたら嬉しいです。はい、それではスタートしました。まずは1合目まで行きますが、コンコン行ってるのね、スノーピークのマグカップです。結構ね、大きな音してますね。しばらく、これずっと続きますんでご勘弁願います。まずは樹林帯の中を、1時間弱かな歩きます。1合目まで行きます。ちょっとしばらくこんな感じの続きます。1号目到着です。所有時間20分でした。早かったかもしれませんね。とりあえず到着しました。これから3号目まで50分ぐらいです。休憩なしで行けるかもしれないですけど、はい、よく上がってきます。カフェオープン。3合目のちょっと下まで来たけどね、まだもうちょっとあるけどね、3合目まで。見えますよね。雪が降るとここまで直通で上がってきます。少ないとねどうしようもならないけど、今年の1月頭は雪がたくさん降ってたので直通でした。
めっちゃ多かったですよ、雪山も。ここ近年ちょっと雪が少なかったですけど、去年今年と、2シーズンかなり降りました、まあ、だけど気温高くなるとすぐ溶けちゃうんで、ズルズルになっちゃいますけどね、ここはね。ただいま時刻8時28分、下がれば1時間10分、結構ハイペースで、私にはとってはハイペースで上がってきたんじゃないかと思います、ここは一応こう東屋ができていて休憩場所になってます、景色はね、割とね、今日は琵琶湖がガスってて見えせんけどね、こんな感じになってます。1時間ちょっと歩いたんで少し休憩したいと思います。お天気は抜群にいいですね、よかった。ここで動画の途中ですが、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それと通知ボタン、ベルマークをクリックまたはタップをしていただけると私の動画の通知が届くようになります。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。それでは続きをどうぞ。ぐらいで5合目まで到着だそうです。あそこにね、白く見えてる小屋があるんだけど、あれは6合目、その手前が5合目になります。40分ほどまた登ります。ね、ここまで来ると登山口から約1時間、40分30分弱30分ちょっと到着です。私はここからの実は下とこの山頂見る眺めが大好きなんですけど、今はちょっと休憩しないで、あの6号目、あそこの避難小屋があるんですけど、あそこまで上がりたいと思います。そのまま多分行けると思うんで行きます。これはね、1時間ぐらいです。休憩します。6号目避難小屋を出発して歩いています。今年の、雨が多かったせいなのか、雪解けの雪が多かったせいなのか、あの道が結構、荒れてます。狭くなってます。そして、道がなんかあの変わってる箇所が何箇所かあるような気がしました。8号目手前あたりから、こういう感じで、が
場がちょっと出てきます。まあ、そんな大変なんじゃないけど、ちょっとね、よいしょよっこいしょ、登りよりも帰り気をつけた方がいいかね。よいしょ、すいません、よいしょ、ごめんなさい、ありがとうございます、すいません、8号目、8号目到着です、休憩所に行ってます。山頂まであともうちょっとです。ガスってありますが琵琶湖は見てます。ようやく、9号目駅まで来ましたよ。から、鹿が入らないように、柵がしてあります。伊吹山固有種のお花とかもここいっぱいあるんで、最近保護区域になってます。じゃあ、まもなく山頂近くの小屋を、まあ要は避難小屋になるんですけどね、到着いたします。お店はもうやっぱり閉まってますね。でも一人だからドライウェイはまだやってんだね。山小屋だけは山のお店は閉まったということですね。いつからこんなもんできたね。雪で埋もれてたんかな。なんて人欲しい。大和たけるくん、こんにちは。山頂です。10時15分、約3時間で到着いたしました。山頂です。大和たけるくんもいます。いいお天気ですね。いい感じに待ってます。ちょっと休憩してまた下山します。到着です。さすが琵琶湖が綺麗。かすったね。相変わらず。でもさっきよりはいいかな。下山したいと思います。ちょっとだけ呼したのでお腹もちょっとだけ出された感じ。5合目でご飯食べております。綺麗に映ってる。横綺麗。風が出てきましたね。やっぱ早く降りたいですね。風冷え、体冷えちゃいますね。じゃあ降ります。ここでお昼ご飯食べたいと思います。やっぱりお昼ご飯はここで食べるのが一番だと私は思います。ご飯を食べたいと思います。今日のお昼はこれ、チキンラーメン好きの私としては見逃すことができなかったナポリタンです。ついつい買ってしまいましたので今日はこれをいただきたいと思います。汁はあれですね、お汁は切ったお汁はスープにして飲むことになってます。では作って食します。
ナポリタンじゃ、ナポリタン。はい、出来上がりました。湯切りをしたスープそのままチキンラーメンのスープでソースをかけて出来上がりです。いただきます。ナポリタンといえばナポリタンですね。スープはチキンラーメンでした。朝から気になっていたのでここでレモンスカッシュ飲んでからおります。うまそう。ただいまの時刻1時半です。登山口まで降りてまいりました。レモンスカッシュで元気もらって帰ってきました。降りてきました。今日は1日一人でのんびりの山旅でした。お疲れ様でした。ではまたどこかの山でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。Twitter、Instagram の方も見ていただけたら嬉しいです。